はい、じゃあよろしくお願いします。今回は受験対策動画数学の関数丸三をお送りします。で、まあいつも通りね、また関数の問題がパンって載っていて、今回は3問用意してあります。で、まあできそうな子はね、この丸一から丸三、ぜひね動画を止めてやってみてください。で、いつも通りこれ紙になってます。今回ね、ここ受験対策ってこう書くの忘れちゃったんですけど、まあ紙になってて、これを外して解説をしていきますので、今からね、解説を聞こうと思ってる子は、ぜひね、問題を映すか、またはこの画面でね、別タブで開いてもらって、動画を見てもらえたらと思います。いいかな？ほんじゃ、早速ね、ズームアウトをして、ちょっとごめん、いらっしゃった。ちょっと待ってね、どこだ？この辺かな？じゃあね、問題外して、早速説明始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。で、まあ関数シリーズも丸三まで来て、まあいつも言ってますけど、問題文にね、書いてある情報はできる限り図に書き込んでしまいます。で、例えば今回は、曲線が y イコール x2 乗のグラフだと言ってるので、ちょっと待ってね、ここが y イコール、ちょっとこれ消そうか。x の2乗だとね、入ってるんで大丈夫ね。で、あとは同点 P は原点 O から Y 軸上を正の方向に毎秒4の速さで移動していると。つまり P はここを出発して、まあ、1秒にね、4ずつ4、4、4と進んでいくと。 Y 軸の上をね。で、 Q は同じく原点 O から X 軸上を正の方向に毎秒2の速さで移動する。つまりこいつ、Q は同じとこね、P と Q 出発するんだけど、Q は X 軸を正の方向、つまり右だね、に2ずつ、2、2、2、2と移動していくっていう問題だね。まあ書き込む情報はこれぐらいでいいか。で、丸1、同点 PQ が同時に出発して2秒後にできる直線 PQ の式は何かってことだね。じゃあ、まず1番。から行きましょう。で、2秒後だから、これ P と Q の座標出るよね。ちょ、Q から行こうか。で、Q の座標なんだけど、X 軸の上に乗ってるからさ、この上にね、乗ってるんで、Y はもう0で決定だから変えちゃおうね。で、2秒後でしょ。1秒に2ずつ進んでいくんだから、2秒経てば2が4で4だよね。まあ、Q は4だと。で、P も同じように考えると、で、P は Y 軸上に乗ってるんで、逆に X が0ね。で、1秒に4ずつ進んでいくから、2秒で8か。まあ、これがわかると。で、直線 PQ の式と言われてるので、ちょっと引いちゃうね、PQ ね。よいしょ。あ、すげえ曲がった。ごめん。こんな感じでいいかな。で、この式を出したいんだけど、普通直線の式出すときって y イコール ax プラス b なので、こうね、 ax プラス b って置いて、こいつを代入したものとこいつを代入したもの2つ並べてね、連立解けばいけるんだけど、今回さ、ここ y 軸の上のさ、切片分かってるから、8って書いてあるでしょ、切片。だから、もう B のところは B じゃなくて、切片分かってるから、8って置くんだよ、先にね。こっちの方が早いから。で、あとはもうこっち使っちゃったんで、使わずに、4の0をここに代入すると、0イコール 4A プラス8、つまり A はマイナス2になるので、答え Y イコールマイナス 2x プラス8とね。これで直線の式分かりました。一応書き込んどくね、出たものはね、マイナス 2x プラス8と。で、2番、丸1で求めた直線 PQ、 今のあいつかと、曲線との2つの交点、2つ交点あるね、こことここだね、こことここ。で、X 座標が負マイナスだね、が
R で、もう一方 S だから、この2つ X 座標がマイナスなのこっちだよね、左ゾーンだからね。だからこっちが R でこっちが S ってするんだね。でその時2つの RS の座標を求めようって言ってます。でちょっと色交互にしていこうね。次青使おうか。青んで交点だから、もうこれさ、この曲線とこの直線の交点求めたいので、もう交点来たら絶対連立使うんだよね。もう体が反応するぐらいでいきましょう。だから y イコール x 二乗と y イコールマイナス 2x、 このね連立をやって、まあこれ代入法の方が俺楽なんで、代入するとここの y にね x 二乗代入して、よいしょ、まあこうなると。で全部ね左辺に持ってきて 2x-8 でイコール0忘れないようにね。これ結構書き忘れる子いるからね。でこれ因数分解いけるよね。プラス4とマイナス2か。だから x はマイナス4と2ということが分かりました。でこれは何かっていうと、 R の座標、よいしょ、S の座標の X 座標がマイナス4と2なんだよ。でマイナスの方がこっちでしょ、 R って分かってるから、 R の X 座標がマイナス4で、 S の X 座標が2なんだよ。こうやって使ってね。で片方分かったじゃんか。例えばこっちからいくよ。マイナス4って分かったら、まあどっちの式でもいいんだけど X 代入します。で2乗の方が楽かな。マイナス4の2乗16だよね。だから y も出ると。こっちも同じです。2をここでもいいし、もちろんこっちの式でもいいんだけどね、代入するとどっちに入れても4となります。だから答え、まあ一応こっちに書こうね、ちゃんとね。 r はマイナス4の16、そして s が2の4とね、こういうふうに分かります。ちょっとごめんね、青がこれ古いペン使っちゃった俺が、ごめんね。こっちは濃かったね。見えるから大丈夫かな。で2番が終わって3番、最後線分 RS の長さを出します。で RS どこかっていうと、線分だからここの長さを出したいんです。でこういうふうね、こういうふう、こういうね関数の問題で、普通に縦とか横だったら座標だけ見れば長さ出せるんだよ。でも斜めを出したいときはやっぱり三平方の定理使いましょうね。でどう使うかっていうと、無理やりここに、ちょっと曲がってごめんな、こうやってね、この線から横、この線から縦に下ろしてきて、無理やり直角三角形を作ります。で直角三角形なので、ここの長さとここの長さが分かっちゃえばあとは出せるから。でどうやってこのね2箇所の長さ出すかっていうと、まずどうしようかな、こっちから行こうか。ここってさ、意外ここの高さと色を変えない方がいいな。 R から一番下までね、ここのでこの16だよね、 Y 座標全部で16で、あとここの高さ見ます、ここで、この y 座標の4でしょ、つまり16からこの4を引いてあげた12となるんです、ここの長さは。いい、ここ大事だから頑張ってね。この16からこの4、この高さね、4を引いて12となります。でこの真横、この部分ね、でここは、まあ、今のもそうなんだけど、真横とかまっすぐ縦の長さっていうのは、大きい座標から小さい座標を引けば絶対に出ます。でどういうことかっていうと、ここの長さっていうのは x 座標を使うよね。ここの x 座標2っす。でここの x 座標はって考えたいんだけど、もちろんここと同じだからね。ここがマイナス4ならここもマイナス4だから、なので2からマイナス4を引いたのが
6、その長さなんでそれが6となります。いいかな。でちょっとここがね、ハテナが出てくる子は、あの三平方の定理の動画中3でね、もう撮ってありますんで、そっちもちょっと見てみてください。でこことここの長さが分かったんで、あとは三平方の定理を発動して、3番 RS、 そのまま使っちゃうね、 X とか置かずにいくよ。斜辺の2乗は12の2乗足す6の2乗となります。で12の2乗は144です。6の2乗は6636です。で足すと180になります。いいね。でここ2乗外したいんだけど、ギリまだ入るね。2乗外すとプラスマイナスルートがつきます。いいね。でちょっといくよ、こっち。でプラスマイナス180、まあ外にね6が出てくる、6636だから直すと6ルート5になります。ここね、ちょっと直しにくい子は、あの、なんだっけ、出てこない。素因数分解やってみてください。ごめんね、ちょっと忘れてた言葉。で、最後これで RS、よっしゃ、出たって思うんだけど、今、RS ってのは長さだからね。で、長さってことは、ちゃんと書くと、RS は絶対正だよね。そこの長さがマイナス6ルートなんて絶対ない。マイナスなんて。だから、最後、マイナスを外して、RS はプラス、つまりはね、プラス書かずに6ルート5と、これで OK となります。で今回の問題はセンチメートルとか置いてないでしょ、問題文の中に。だから絶対にここセンチメートルとか書いちゃダメだよ。いいね。もし問題文の中にセンチメートルを使えみたいな指示があれば、必ずね6ルート5センチメートルって書いてほしいんだけど、今回はね、指示がないので、このままで OK です。いいかな？まあ、こんな感じでやってみてください。では、今回は受験対策動画の、数学関数の ③ をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、またね、違う科目もね、そろそろ挑戦したいとこなんですが、また次何取るか決めてないんですけど、もしよかったらね、次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。